今日の最後は鱗です。これはね、今日来たばっかりなんですよ。実は刺し餌は、まあ、どうやら食べます。こっちはね、比較的性格的にはおとなしいというか、人のちっこい方かな。これはね、気が向かんとゲキゲキっていうようなところがありますね。やっぱ警戒心が強いのはこっちかな。かといってね、どれが慣れるかって言ったらそれ関係ないんですよ。ヒナはみんなそういうような性格がありますけどね、手乗りになるとこれがね、ガラッと変わるんです。こういう時のね、育て方によってもう全然違ってきます。大きくなったら手乗りの度合いが、餌がついてますね。大丈夫だよ、お眠いかな。今日はね、来たばっかりだからね、それにしちゃ刺し餌をね、まあ、十分ではないですよ。まあまあ食べた方です。明日明後日ぐらいになるとバカバカ食べるでしょう、多分。今日は多少ね、おっかなびっくりっていうところが、やっぱり環境が変わってますからね。まだわたわたです。これは、まあ、ここを見たらすぐ分かると思いますけどね、ここと頭は、まあ、シナモン色ですね。ここが赤と黄色ということは、これはパイナップルですね。これ両方とも同じですね、パイナップルです。こんな感じです。こっちのがちょっと早めにもう出てるような感じですね。もう眠いかな。眠そうだね。もう寝ようかね。はい。